一回煮干し揚げてみたことはあったんですけど、そしたらちゃんと食べたりしていつから、すいません、はい、餌を変えたのは先週あのここ病院で見ていただいて、で先生に餌変えた方がいいよって、ああそうね、はい、おっしゃってたんで、で前のやつは残ってないのも、前のやつは一応取ってはあるんですけど、うん、徐々に変えていきましょう。あ、はい、わかりました。食べないとさ、はい、あのたまにそれ使うのがいいんだよね。はい、ま、エビな、エビのやつ。はい、そうすかそうか。はい。それじゃあですね、これぐらいに箱でちょっと持ってきて顔、すぐ会いたいな。はい。てい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 て、持ち方が悪いですね、ごめんなさい。いいよ、ちょっとこういうふうに爪がかからないように、はい、爪が出てる、しまったクラケンの写真、うっす、わ、開いた開いた、はい、赤いよね、まだ見ます、こんな感じ、はい、見えますね、うん、わだだだ、そんなにしないで、よし、OK、離していいよ、楽にして楽にして、よし、じゃスーパーライザー持ってきて、100ですか、100、はい、よいしょ、まだまだ、そうだね、しかしね、その味に慣れてるんだろうね、絶対だからそっちの方が美味しいんだよね、そうですよね、うん、何個だっけ、食べれば60個ぐらい食べるんでしたっけ、そうですね、食べるときは、はい、ね、朝30粒、夜30粒、あ、2回食べてるのこの子、そうですね、はい、うん、じゃあまあ1割ぐらい混ぜる、新しいやつ、はい、そこから始めてってもらって、この子には、まあ、それでそこだけ残しちゃうかもしれないんですけど、はい、うん、でそこだけ残しちゃうなら 10% ぐらい、 5% ぐらいにする、もう一個とか全体もやっとくから、全体はじゃあ、はい、あら名前がなんだっけ、スーパーレプトミン、もともともとレプトミンスーパー、レプトミンスーパー、レプトミンスーパーってやつから普通のやっぱトラレプトミンにしたんですね、そしたら食べなくなっちゃったと、90% で普通のレプトミンを 10% ぐらいにして徐々に切り替えていくと、体重減ってるもんね、体重減ってますね、結構喋ってなかったんですけど、24日の時にこういうちょっと白っぽいパンが水槽の中に落ちてくる、うんちですね、うんちか、尿酸かもしれない、で、お薬は飲めてるんだ、薬は、はい、飲めてます、はい、じゃあまた2週間分でいいですか、はい、2週間分、はい、で、あのインターベリーは、はい、やっぱり、あ、足りなくなったんで、やっぱ足りなくなります、生成水買ってきて、で、あの溶かして今使ってます、やっぱりじゃあ2本出せるのがいい、そうですね、あの、じゃあ1本は粉のままね、はい、
剤のね。なくなっちゃった。はい、わかりました。いや、ごめんなさい、健康チェック表も先生。あ、そうだ、表もですね。はい、この間から自分から食べてくれちゃった。で、ここ、あ、そっか、これはこの来るの前だったね。だからこの後、はい、本当に食べてないんだね。そうですね、はい、全然。煮干し食べて、ここで一粒食べて。はい、一粒食べて。一粒食べたけど、まだ食べ、違うって言って食べないんだ。そうなんですね、また揚げても全然ピッてしてる。わかりました。健康チェック表もそうです。なかなかがあると思う。ごめんなさいね。確かに食べた方がいいんですよ、普通のテトラホ。こんなに食べないんだったら、やっぱり徐々にやらんとダメだね。ユートランド治ってかないもんね、こっちがね。はい、すいませんでした。じゃあ今ご用意します。はい。